皆さんこんにちは、野田パイです。トレーナー講師の野田パイです。私は今日今どこにいるか分かりますか？こちらにいます。今日は私の大学のキャンパスから特別講義をお送りしたいと思います。今日はですね、ついに解禁、禁断の栄養学って話をしたいと思います。何が禁断やねんと。禁断の栄養学、セブンイレブンおすすめ商品、ついに私の口からコンビニ食のおすすめが出てくるというね。普段僕外食でせめてこういうものを食べようとか、コンビニでこういうものを選びましょうみたいな、あんま本質的ではないので、今自分で作って家で食べることを増やす、弁当を持っていくってことが一番いいので、あんま言わないですけど、今日はその中でもですね、コンビニで食べるとしたらどうするのかっていうのを、今日はセブンイレブン編で、実際に今日私ってね、買ってきたんで、自分のランチを買ってきたので、食べながら解説したいと思います。はい。というわけで、セブンイレブンおすすめ商品、天禁断の栄養学、野田パイがついにコンビニ食教えちゃうよというわけで、もう早速いきましょう。ナンバーワン、冷凍フルーツ。フルーツですね。もう冷凍フルーツというものは、数あるフルーツの中で、数ある加工食品の中でね、最もまともな加工食品、最もヘルシーなものだと思います。まあ、冷凍がそもそも加工の中で、最もマシ、栄養素も損なわないし、美味しいし、最もマシかなというふうには思います。で、フルーツって別にもね、普段からね、全然たくさん食べていいんです。で、まあ、冷凍なので、保存料とかも特に入ってない。基本もう 100% フルーツが入っています。さらにですね、まあ、ブルーベリーみたいなものって、普段冷凍でしかあんま食えないですよね、そもそも。普通のものって高いですし。まあ、そういう意味では、普通の普段の食事と同じ、レベルのものが食えるっていう意味では、冷凍フルーツに分があるんじゃないかなと思います。特にブルーベリーとかいいですね。こういう色の濃いアントシアニンが食べれる。そして普段は、まあ、冷凍じゃないとそもそも食べないってことは、まあ、めちゃくちゃというかクオリティが変わらないってことじゃないですか。あとアップルマンゴーとかもセブンだとおすすめ。セブンのやつ美味しいんですよね。冷凍フルーツ、アップルマンゴーとかも夏食うとすげー美味しいです。はい。まあ、今イチゴとかもねすごく美味しいのあるんですけど、まあ、おすすめとしてはこういうイチゴとかアップルマンゴーとかブルーベリー、普通の生のフルーツもそうなんですけど、包丁で切って色がすぐに変色しないやつですね。色素が濃くて抗酸化力が高いやつ、ブルーベリーとかマンゴーとか切ってもそんな変色すぐにはしないですよね。それがバナナとかリンゴとかだとすぐに変色しますよね、黄色くなりますよね。まあ、そういう選び方でいいので、まあ、こういう色が濃いものっていうものを食べるといいかなと思います。まあ冷凍なので冬は寒くて食べれないのと、あとまあ食べる場所とか、機会を選ぶかなとはいうふうには思います。特にブルーベリーとかですね、すぐに食べきらないと結構量あるんですよ。後で取っとくっていうのは結構難しいですね。冷凍だからもう細胞壊れてぐちゃってなって、色素が青いのが出てきて液がで、バッグとか 服が汚れたりみたいな、そういうデメリットがあるんで、そこは気をつけるべきかなというふうには思います。はい。次今日これ買ってきたんですけど、焼き芋アイスです。僕のおすすめ。僕のまあ直接の知り合いとか友達はよく知ってると思うんですけど、僕焼き芋とナッツ基本一緒に食べるんですよ。ナッツだけよりも焼き芋だけよりも、めちゃくちゃ美味しいんですね。なんで焼き芋アイスっていうかというと、まあ、これ僕の造語なんですけど、焼き芋をアイスに見立てて、その上にナッツをこうブシュって乗せるというか、ねじ込んで、でガブッと食べると、こうするのが一番うまいですよ。もうなんかトッピングにナッツをトッピングしたアイスみたいな、ジャイアントコーン的な感じです。これがねうまいんだよね。特にね焼き芋だけよりは絶対にこっちの方がうまい。焼き芋ってまあ甘くて美味しくてねっちょりしてるじゃないですか。であれがもううざいってなったりしますよね。そこがカリッてしてて、そして脂肪のジューシーさ、まあ、焼き芋には脂質ってほぼないんで、脂質と糖で食べれるっていう、でこれが自然食品で栄養素も豊富、最強のコンビなんですよね。めっちゃ美味しいんでぜひ試してほしいです。もうこれとコーヒーとか飲んだら普通にもうデザート、うん、本当にデザートって感じで、おすすめですね。これ僕が開発したんです。僕が発見して、はい、意外とね皆さんにこれ言うと、焼き芋とナッツだと言われるんですけど、いやこれも食べると、僕も偶然発見したんですけど、食べるとこれは絶対合うに決まってる味ですね。というわけで今日買ってきました。もう開けちゃいましたけど、セブンでミックスナッツ、もちろん素焼きを選んでください。塩が入ってないものですね。まあ無駄に塩取っちゃうと良くないですから、ナッツはそのままで美味しいですかね。今日は贅沢に4種の方ですね。マカダミアが入ってる方と、これ今さっき開けちゃったんですけど、冷やし焼き芋、冷やし甘い芋、冷やし甘い芋っていう書いてあります。
これはスイーツコーナーですよね。冷蔵のスイーツのプリンとか売ってるところにあったりします。コンビニ各社こういうものが、まあ、冷凍だったり冷蔵だったりでこういうものを売ってますね。はい、こういう感じで入ってると、まあ1本分ぐらい、細身の焼き芋1本分ぐらいが入ってます。まあ、これで300円ぐらいなんで、まあ、高いと思いますけど普通ですよね。まあ普通、ちょっとスーパーよりちょっと高いぐらい、はい、という感じです。うん、うわ、めっちゃうま。スーパーのより、まあ、スーパーの方が普通に美味しいよねって言おうと思ってたつもりは、結構これめちゃくちゃうまいですね。あんまって感じで、ミックスナッツがやっぱいいです。ミックスの方が美味しい。甘いな、これめちゃくちゃ甘い。ちょっともうちょっと僕はホクホクで甘みが少なめの方が好きだったりするんですけど、すごい鳥が鳴いてるな。まあこんな感じ、あ、見えるかな。こういう感じで焼き芋アイスと呼んでます。これで食う。あ、うまっ。これ僕が発見したんですよ。超天才じゃないですか、うん、もうめっちゃ合いますから。このね、今食感、歯ごたえの方でしょ、歯ごたえをうまくマッチするっていうのと、脂質ですね、脂質の味と、あのこの香ばしさがプラスになって、あと焼き芋の皮の香ばしさとなんかうまく合ってるんですよね。めっちゃうまい。ね、どこでも食えるじゃないですか。超いいですよね。焼き芋ね、冷やしても冷蔵でも美味しい、熱々でも美味しい、もう最強っすね。はい、というわけでこれが2個目。まあどんどんいきましょう。次、とろとろ焼きナスです。もうこれ超具体的な、もう一つの商品の名前ですけど、とろとろ焼きナスって僕呼んでますが、とろっとなってるじっくり焼いた焼きナスっていう商品名かな。もうこれ圧倒的低カロリーなんですよね。1パック19キロカロリーぐらい、20キロカロリーぐらいか。もうほぼ水な、ほぼ水です。もうナスってそもそもほぼ水なんですよ。でこれすっごく美味しいんですよね。もちろん味付けしてあるんで、まあ、塩分とかは入ってますけれども、まあ、カロリー的にはですね、まあ、脂肪もゼロだし、ただの水でいくら食べても太れない。ナスで太ろうと思ったら絶対無理ですね。まあ、ナスはほぼ水だし、カロリーないし、しかもニコチンが入ってます。ナス科の植物なんで、タバコと一緒でニコチンが入ってて、ニコチンがですね、食欲を抑制したりとかですね、脂肪を燃やす効果がありますので、絶対太れないですね。でこれは冷凍なのがたまに傷って感じです。はい、ナスで、焼きナスで冷凍だと、まあ、ちょっと解凍するのもあれだし、レンジなかったら、うん、食べれないじゃないですか。まあ、大体コンビニレンジあると思うんですけど、なので、まあ、食べる場所を選ぶっていう。冷蔵だったらね、まあ、すぐに食べれていいですけど、やっぱそれだと美味しさが保てないでしょうね。まあ、そこはたまに傷なんですけど、圧倒的に美味しいコンビニ食で、ヘルシーといったらもうこのナス美味しいです。もうセブンの、まあ、クオリティの高さを感じる一品になります。4 魚やイカって急にまた今度は広くいきましたけど、魚とかイカ製品ですね。あのスルメとか当たり目とかの乾燥物とか、あと焼いたサバとか焼いたシシャモとか、こういうもの結構セブン充実してて、しかも美味しいんですよね。うん、まあ、毎日食べようとは思わないですけど、たまに食べる分には美味しい。あとサバの水煮とかね、まあ、缶詰もありっちゃありかなと。はい、缶詰はあんまり出先で食べないと思いますね。で特にイカとかってあんまり 家で食わなくないですか。家で調理してイカ飯にしたりとかあんましないですよね。やっぱこういう家ではなかなか食えないっていうものを、コンビニとかこういうね、流通とか、流通の力に頼る、大手のチェーン店の力に頼るっていうのが、外食とかコンビニ食の、まあ、うまいやり過ごし方。イカあんま食べないじゃないですか。だから普段食べないから、イカ食べてタウリン取っとこうかな。タウリンってすごく重要な、まあ、栄養素という定義には入らないですけど、栄養素なので、はい、おすすめは無添加の当たり目です。スルメとかも、まあ、スルメとかサキイカとか柔らかイカくんとかいろいろありますけど、当たり目っていうのはね、これのセブンのやつはこれ食塩だけしか使ってないんで、あ、いいです。まあ、大体こういうものって全部食塩使ってるんで、食べ過ぎには気をつけてくださいね。はい、次、タケノコ土佐煮。今度はまた急に具体的に、これ全国で売ってるのかな。タケノコが土佐煮、土佐煮って鰹節入れて煮てるやつですね。はい、美味しいです。でタケノコなんで食物繊維があって、ほぼ水と、これもほぼ水で、こんにゃくも入ってるんですよね。こんにゃくも入ることで、ちょっとボリュームが出ててね、いい感じです。まあ、そんな少量のパッケージになってるんで、女性でも食べきれますけど、
こんにゃく入りでいいかなと。あとこれは冷蔵ですぐにね食べれますし、冷菜として温めなくても食べれるんで、そういう意味ではいいかなと。まあ、そういう総菜シリーズだときんぴらごぼうとかも普通にいいですね。はい、きんぴらごぼう、まあ、ごぼうも家であんま調理しないし、不溶性食物繊維取っとくか、まあ、そんな感じ。はい、6大豆製品全般、まあまあまあこれはね皆さん思いつくところは多いと思います。普通に豆腐買うとか納豆買うとか豆乳飲むとかね、他にもいろいろあって、最近は豆腐そうめん、豆腐でできた麺とかね、小麦じゃなくて、これだと比較的良いし、蒸しサラダ豆、豆は最高です、蒸し豆最高ですから。あと柚子香る豆とひじきのサラダ、これ期間限定か地域限定か忘れましたけど、これもすごく美味しい。はい、こういう豆を使ったねお惣菜系すごくいいです。豆もねぜひぜひ食べてくださいよ。まあそういう感じで、最後まとめになるんですけど、不透明を探せ。これどういうことか、あのね、コンビニ食ってどうしても目が行きがちなのは透明なパッケージのものなんですね。あの富田の冷やしつけ麺とかパスタとかカップの弁当とかね、いろいろあるじゃないですか。はい、カップ焼きそば、カップ焼きそばは違うあのいわゆるよくサンドイッチとかみんなおにぎりとか昼買いに行くゾーン、ここはねもうおにぎり一つ取ってもね、コンビニってまだいまだにこの時代進化してなくて、あの添加物だらけなんですよね。やっぱ難しいですよね、おにぎりをちゃんと新鮮な状態で無添加で届けるっていうのは。なのであの透明なところのもの、透明な包装のもので大体添加物まみれで自然食からほど遠いものが多いです。逆に不透明の方、先ほど紹介したブルーベリーとか当たり目とかひじきのサラダとか、こういうものってあのパウチとかあの透明ではない容器なんですね。もう見た目だけの話。はい、不透明な包装の方が良いので、あの透明ゾーンじゃなくて不透明なパッケージを参考にざっと探すと、まともな食品に見つかるから、はい、そんな風に思います。というわけでめちゃくちゃ美味しいです。うん、はい、まあ、そういうわけでですね、面白いなと思ってくださった方はいいね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。あと LINE 登録、公式 LINE の登録よろしくお願いいたします。はい、めちゃくちゃ、気に入って今後も私の元で勉強したい、本気で勉強したい、有料でも勉強したいって方はですね、詳細欄にあります通り、キャンプファイヤーで本気で学びたい人のための栄養サロンっていうのを月額1万円でやってますので、はい、ぜひそちらももしよろしければご検討いただけますと幸いです。というわけでですね、今日は、お昼休みにキャンパスからお送りいたしました。はい、今後とも私のチャンネル楽しみにしていただけると幸いです。ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しいです。もうこれだけでお腹いっぱいですね。まあこれ僕ランチって言いましたけど、さすがにこれだとお腹空いちゃうんで、さっき軽めの定食を食べて、でおやつです、おやつとして食べてます。最高のおやつ、これにコンビニのセブンのコーヒーがあると最高ですね。はい、というわけで皆さんも一日頑張ってください。お疲れ様です。